おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回紹介していきます武器は、6つ目のライフル、バーですね。BAR、こちらを紹介していきます。中程度の反動と速い連射速度を持つ自動ライフルですね。装弾数は20発。拡張マガジンをつけると30発ですね。撃つとこんな感じです。はい。星ラメはこんな感じですね。連射速度もだいぶ速いですね。では覗き込んでみます。はい、横ブレですね。完璧に、これ完全な綺麗な横ブレでございます。はい、遠距離で撃った時もこんな感じですね。もう本当もう縦ブレとかではないので割と狙いやすいかなという感じしますが、だいぶ遠くの敵で遮蔽物に隠れているとちょっと難しいかもしれませんね。そしてこちら、このアイアンサイトですね、標準のサイト、これはかなり見やすい方じゃないかなと私は感じました。でリフレックスサイトと4倍率サイト2つありますので、そのどちらかをつけることをお勧めいたします。そしてリロード速度ですね、こんな感じです。まあ標準的かなという感じもしますね。ただなんかちょっと動作が遅いような気はしますね。リロキャンのタイミング的には差し込んだ瞬間ですね。でもそんなにリロキャンする必要ないかな、これは。打ち切ると、こんな感じですね。チャンバーを引きますので、その部分はカットしたいので、このタイミングですね。さっきと変わらないぐらいのタイミングです。ハッスルをつけると、こんな感じです。結構早いですね。まあ、ハッスルもいいかなと思うのですが、なんか、その劇的に速くなったっていう感じはあんまりしないですね。打ち切ると、こんな感じですね。まあ、結構急いでる時とかはハッスルいいんじゃないかなとは思います。威力、反動、連射速度、すべてにおいて最高クラスの銃ですね。それでは実際に使っていきましょう。はい、今回は山岳でね、で FMJ 拡張マガジンですね、これで頑張っていこうと思います。いやー、やっぱ弾少ないかなとも思いましたのでね、でもまあ十分ノーアタッチメントでも戦っていけるような武器ですので、そんな気にしなくてもいいかなとは思ったのですが、今回は弾多めにという感じでやってきます。ん？ OK。 今回はねもうちゃんとアショット聞いておりますので、敵がどっか来るかっていうのは分かります。自分が喋ってる時以外はやっぱもう自分が喋ってたりすると、わかんないからね。あれ？そっち外出ちゃったね、これ。あれ？どこだ？左側に行ったかな？あれ？どこだ？あんまこっち側に行かないようにして、あれ？いないぞ。おっと？前にスナイパーがいるんじゃないかい？いないぞ、そっち側か。待て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 。あれ？あ、怖い。あ、やばい。あ、うまい。超グレネードうまい。危ない。で、ね、今山岳なんですけど、歩兵にして、移動速度を速くするやつですね。横移動とか、エイムしてる時の移動速度を速くするやつまで、レベル上げてると、エイムした状態で横移動ですね、カニ歩きですね、あれを駆使してやっていくとこの銃めちゃくちゃ強いんですよね。よしよしよし、いいぞ。さてこの調子で滑空爆弾まで行きたいですね。フラグじゃないですよこれは。お、誰か当たったぞ。
よし。準備よし。危ない危ない。空挺部隊まで呼べたら本当なお最高なんだけどね。前から来そうなんだよな。偵察飛行を終える。よし、じゃあ終わったらこれを出して、俺の近くにはいないか？だから山岳のスコアストリークに表示されないってやつだと強いんだけど。危ない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 。怖っ。危ない。いないな。あ、やばい。だよね。なんか油断してたらいるかなと思ったら。あと、1キルじゃないか。いや、2キルかな。あ、わかんない。あ、怖っ。何こ、何この誰もいない感じ。マジ危ねえ。ちょ、待って待って。あ、弾がない、弾がない。どうしよう。あと1キル。誰か来て。頼むから。怖いよ、怖いよ、動きたくないよ。動いたら確実に死ぬしか頭に思い浮かばない。あ、怖い。あ、待って、ここから動いたら絶対後ろからリスポンする。超意持ってんじゃん、俺。あー、もう誰かこっち通ってよ、頼むから。あれ？あ、誰も来ない。あ、怖っ。人いるよな。これ、誰も動いてないんじゃないか。そっちか。あ、ただ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 、遠距離だ。あ、もう。あ、誰かいる。あ、来た。あ、よし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 。よしよしよし。あ、よかった。助かった。あなたありがとう。本当に最高。9発か。9発でしっかり当てて倒してみようか。このエイム力じゃない、この安定性を生かしてですね。そっちかーい。よかった、空挺部隊出せて。ナイス空挺。ほんとこの空挺部隊強いんですよね。あのボットのベテランよりかは、なんだ、あのコメントをね、いただいておりましたが、ベテランぐらいかなみたいな感じのコメントをですね。ベテランよりかはやっぱちょい弱めな感じするんですよね。私出された時とかも空挺部隊を倒したことあるんですけど、まあそんなに強くないんですよね。意外とあっさり倒せたので。ああ、でも集団もう2人とかで来られるとこれ確実にやられるやつやと思ったけど。おっと、誰か当たった。おお、いいね。マイン最高。倒す。リスポン来ない。どこだ。あんまりこの家の中に入ってる人は、いやでもどうだろうな、多少いるんだよな。あー、うまいうまい。超うまい。俺がいること分かってるね、ちゃんと。で、なんかね、そう、今みたいな感じでグレネードも投げ込まれたけど、あ、やっちゃった、これ。あ、見えなかった。やっと、危ない。あんまりこのゲーム街が強くないような気がするんですよね。っていうのは、なんだろう、やっぱり銃の威力というか体力が低いからなのか、結構ね、もう先に当てたもん勝ちみたいな感じがするんですよね。だからもう敵前ダッシュとかしちゃうと、なんかデクスタリティ的なものがないから、結構打ち負けるっていうこともあるので、外は走ってるな。こっちには来ずに、そっち回っていったかな。おっと、うまい。偵察キー出して、向こう側にいるね、リスポンはまだ来ないと思うから、対偵察機ナイスだな。すげえうまい使い方する。あ、なんだ、上か。わ、うまっ。すげえうまいな。前から来るかな。爆撃、危ない危ない。どこどこどこ、そっちか。あはは、そっちにもいるのか。ちょっと待ってよ。ここは落ち着いて、そこにいると思うから。やっぱり、なんかどっからから聞こえるなと思ったら。レストラン内にはいない。多分この中に。あ、走りすぎた。もうちょっと警戒すべきでしたね、今のは。そこにいる。よしよしよし。さあ、こっち来るんだ。あっ
来るの待ってる。貫通があるんですよ。おっと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 、危ない。これ立ち向かうか、一回。あ、やばい、6発か。どっちが勝った、わかんないな。ちょっと隠れよう。あ、あとどこだ、なんか変なとこ狙われたよね、俺今。あと1キル。なんちゅうタイミング今の。こっち来ないかな。横ブレなんですけど、たまになんか上にブレる感じも。あ、これあれか、俺のエイム力だ。俺のエイム力の問題だ。危ない。はい、ということで今回はバーですね、使っていきました。でも足音とか音をねちゃんと聞きたかったので、今回はもう音をね、こうゲームの BGM をですね消してやっております。ですのでとても寂しいあのゲームというか動画になってしまったかなという感じはしますけど、私の声だけという。あ、なんか1位が俺じゃなかったぞ今。はい、ということでサプライドロップいきましょう。10連ガチャいこうかな。いやー、サプライドロップ10連ガチャ、久々の10連じゃないかな。はい、全然ですね。重複したのは、何が重複したか見てないぞ。イギリス空軍、なんか当たったね、服。あ、全然ダメだな。はい、ダメですね。あ、でも全部持ってない。あーあー、そうか。お、あー、やばいぞ、当たりが一個も出てないんじゃないか。お、来た、エピック。スネーク、これシュパーギンだね。あ、なんか当たったぞ、いいぞ。最後です。ダメか。はい、あいぐらい重複ね。で、今回当たったのがやっぱこれですね。スネークってやつが当たったんだね。あー、なんか、ボディ部分に刻印されてますね。こう、スネークの、なんだろう、模様みたいなのが。で、結構、こう、傷だらけな感じのシュパーギンなのかな。見比べてみるとこんな感じですね。こっちの方が重心が長いような感じですね。あー、なるほど。で、服ですね。あ、やったやった。空手はあんまり持ってなかったから嬉しいよ。おー。なんか背中にケツの部分に何かあるけど、バックかな、ただの。はい、ということで今回はバーですね、かなり強いアサルトライフル、これを使っていきました。また次回ですね、別の銃を紹介していきますので、というかこの銃は確実にパッチが入りますね。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。バイバイ。